始まりました、うらぎチャンネル、クリアソン新宿の岩田選手とおなじみのユージーさん、お越しいただきました。で、私は加藤沙和子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回こう、岩田選手にインタビューするということで、質問を募集したところ、特に多かった質問が2つあったので、まずはそちらの方をこうお話し聞けたらなと思います。では早速なんですけれども、5年半キーパーとしてレッズに在籍して、で、今シーズンはフル出場の西川選手の凄さっていうのを、同じポジションから見て感じる部分とか教えてもらいたいなと思うんですが。まずは、今も加藤さんがおっしゃったように今シーズンもフル出場した年なんかは特にそうだと思うんですけど、すごく過密なスケジュールの中で34試合リーグ戦できた。僕がいた時のリーグ戦去年の最後だったかな以外は全部西川さんね、でそのタフさというか、自分のコンディショニングを整える力もそうですし、どの試合も出続けようっていうそういうモチベーションの強さもそうですし、いわゆる鉄人と言われるような、連続、出場記録みたいなものし、この辺のタフさは凄みの一つだなっていうのはありますね。セカンドキーパーだったりとか、サブキーパーだったりとかすると今日は休んでよみたいなあいいんじゃない今日ぐらい、ルヴァンカップのこれぐらいちょっとさ出番譲ってよみたいな時も当然あったりとかしたんですけどそれ言っちゃいますかルヴァンは出たかったとそういうのもね、でもそれも全然いや俺いけちゃうんだよねみたいなのが、ブログとか西川選手やられてるじゃないか、でいろいろ見てるとやっぱこう人柄がすごい良さそうな感じっていうのは見ていて伝わるんですけれども、そのストイックさっていうのはやっぱ練習からもすごいっていう感じなんですか。そうですね、やっぱり準備もすごくしっかりしますし、終わった後のケアもそうですし、あとは練習中のやっぱこう決まったこの時間の中での集中力みたいなものもすごく高いですし、そういったトレーニングのところも、当然プロフェッショナルだって思う部分が多い。あと今おっしゃっていただいたようにその人柄の良さみたいな、にじみ出てるとは思うんですけど、あの笑顔から出てますよね。医者時代ぐらいの浦和のゴールキーパーの皆さんがなんか全員仲良さそうでした。あ、そうですね。その前はなんか割と鈴木さんと山岸さんだったりとかバッチバチな感じがあったんだけど、その前さかのぼると土田さんと滝田さん有名でしたけどね。確かに同じ選手いた頃雰囲気はすごい良さそうでした。そうですね、僕いた時ずっとみんな仲良かったですその一番の理由は何なの。一番の理由はやっぱり、チームにとって絶対的な存在だったっていうのも、大きいかなっていうのはありますし、ああいったキャラクターなので、試合出てても気がまれないのがありますよね。すごいなストイックで、そうですね、やみったらしくないですし、実力も当然すごいですし、なんか本当俺たちが思うイメージそのままの選手の感じです、そうですね、もう見えてるまんま。そうですねよくあるのはその人柄がいいだけだと、優しい人で終わってしまうというか、なんかこう勝負に対して物足りなさが出てしまったりとかするんですけど、西川さんはやっぱその勝負のところに関してはすごくストイックですし、負けず嫌いだし、チームメイトからの信頼感みたいなものがやっぱ人一番やっぱあるなっていうのは、安心感ですかね。ディフェンダーだったりとか、同じピッチに立つ仲間が西川が後ろにいるんだから大丈夫だろうとか、西川が最悪やられたらしょうがないだろうとか、なんかそう思えるゴールキーパーがいるっていうのはチームにとっておく大事かなと思います、絶対的な守護神みたいな感じですもんね。やっぱゴールキーパーが思うゴールキーパーの重要さみたいな、一番はやっぱ今言ったようなそのチームにとって安心感をどれだけ与えられる存在かっていうところと、そのコロナの中で無観客で、特にやっぱゴールキーパーの声って試合中スタジアムに響いてくるんですけど、守ってる時だけに限らず攻めてる時も結構喋ってるんですよ。あ、そうですね。そういったところでこう仲間をこう鼓舞していく
とかもう前向きにさせたいとか、そういった意味でもすごく、精神的な支柱である選手がゴールキーパーでいて、その選手が後ろからどれだけのことを喋ってるかっていうのはやっぱりチームにとっては与える影響が違うんじゃないかなと。うーん、信用されてない人に何言われても響かないみたいなあると思うんですけど、その信頼感がある選手が後ろのゴールキーパーちゃんとどしっと構えてくれると、チームに与える影響っていうのはプレー実際に関わる部分だけ限らず、ゲーム全体の空気感みたいなものに変わっていくんじゃないかなというふうに思いますね。後ろの目みたいな感じですかね。うん、そうですね。次の質問に行きたいと思うんですが、浦和のエースといえば興梠慎三選手ということなんですけど、興梠選手の巧みさとかこう良さっていうのをこうまた生の声を聞きできたらなと。結構練習試合で受けてた。そうですね。練習の中でやっぱりそうですね。まあ、全体のシュート練習の中とかでやってましたね。うまいですね。それはやっぱりなんかシュートがうまいって言うんですか、このポジショニングとか。見えないところから打つ選手とか、もう本当に総合的に全部能力が高い。右足のシュートは当然利き足ですし、左足もめちゃめちゃうまくて、左右差なくすごくいいし、来る、しかもヘディングもできる、スピードもある、足元で受けることもできる、何でもやっぱできちゃう、万能型でどの形からでも点狙えるっていうところがすごいなっていう。あとは自分が取るだけじゃなくてこう仲間も活かせるところも、慎三さんのすごいところだなって思いますよ。なんかこうスタジアムから試合見てても、興梠選手のボールの収め方がダイソンの掃除機で吸い込まれるような感じに見えるんですよ、はいはいはい。なんか遠くから見ててもそう思うってことは、まあ、実際こう同じピッチにいてる選手からしたら相当なんだなっていう。いや本当ですね。興梠さんってやっぱ体の体格は大きくないじゃないですか、だけど、まあ、J1 の、 その屈強なセンターバックを相手に競り合いとかで胸とかに収めるのよく見ると思うんですけど、あれって普通に考えたらできないと思うんですよね、けどあれをこう難なくこなしてるように見せちゃう凄さっていうのは、やっぱこう実際にすごく近くで目の当たりにしてると異次元だなって本当見てて思うっていうか、興梠選手に入った段階でもうキーパーならもう何もできないっていう時あるじゃないですか、はいはい、キーパーとして例えばとてつもないシュート力で抜かれたりする時と、もうポジショニングでやられて、もう、あの時ってキーパーはどっちが嫌なんですか。もうその前でやっぱやられるたっていう感覚の方が、負けた感じがしますよね。駆け引きのうまさみたいなのがやっぱあるんですけど、その単純にシュートが強いとか、うまいとかだけだと割と守れたりするんですけど、そこに本当に一流のフォワードの選手になってくると駆け引きが入ってきてて、こっち側になんかこう少し勘ぐらせるんですよね、ゴールキーパーに俺こっち狙ってるよみたいな。PK とかでよくありますよね。そういうのがあの一瞬の間に起こるんですよ。でゴールキーパーも重心を7割こっちとか6割こっち4割こっちみたいな駆け引きをして準備するんですけど、それをうまい興梠選手のことごく逆をついてくるとか、その駆け引きですら勝てないと本当勝負に負けたみたいな。そういうののスカウティングとかってチームは、例えばこいつは左利きでこっちにいるのが多いから気をつけるみたいな話とかってあるの。そうですね、あの細かい分析のコーチによってはどういったところまで相手のフォワードの特徴っていうのを見たりする人もいますし、あとまあキーパーコーチだったりとかが、まあ相手のフォワードをチェックして、はい、っていうのも。ですけど、考えるとすげえ聞きたい話やったな。前田シルバどうだったんですかとか、杉本ケニューどうですかみたいなとか聞けないけど、どうしよう。あんまり日本人で興梠選手みたいなタイプっていなくないですか。そうですね、あの能力スピードって受け方もうまいし、抜け方もうまいし、本当にでそれを周りがやっぱりあの人ならそこ行ってくれるとか、やっぱそういう感覚があるんですよね。でも橋岡なんかもすごくそれでアシストしてると思うんですけど、橋岡のクロスから興梠さんのヘディングとかも結構段階があるんですけど、 あります、ね、でもやっぱこう慎三さんだったらこれぐらいで入れとけばやってくれるだろうみたいな感覚って多分ある。この信頼感が余計ボールが出てくるし、半信半疑では合うもの合わないというか。そうですよね、やっぱ信頼感から成り立っているものもあるんじゃないかなと思いますね。
素晴らしいね、頼りになるエースだからずっと若返なんか若返ってくんねえかでもなんか怪我なくやってほしいな、あと3シーズンぐらいはせめて2桁記録ね、はい、うん、やってほしいですね。はい、では今回はこの辺で、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。岩立選手です、よろしくお願いします。まあ、新宿を拠点にしているということですけれども、新宿区との何か取り組みとかはあるんですか？そうですね、先月11月末にですね、新宿区と、包括連携協定というのを結ばせていただいて、うん、それをもって、クレソンとしては J リーグの方に100年構想クラブを申請もさせていただいてます。おー、じゃあどういう申請？まあ、そうですね、J リーグを目指すクラブとして J リーグ側にまあ認めてもらって、うん、あ、なるほど、はい、それをまあ J リーグ側からもバックアップしていただくための申請っていうのです、ね、あ、なるほど。 J リーグをまあ目指すということで、クリアソン新宿でのまあ岩立選手のプレーとかはどうやって見ればいいんですか？あ、そうですね、まあ、今年は無観客だったんですけども、はい、YouTube ライブの方で配信しておりますので、こちらの方を見ていただければ8年ぶりに試合出てる岩手がぜひ見ていただけたらなと思います。クリアソン新宿で検索で皆さんお願いします。試合のチケットとかってこうどういう風に入手すれば？あ、普通に、クリアソン新宿の、はい、ホームページの方を当たってもらえれば、うん、はいはい、購入方法が分かると思いますので、はいはい、そちらもぜひぜひ試合会場の方ですね、見に来ていただけたらありがたいですね。詳細は概要欄に書いてあるので皆さんチェックをお願いします。岩立選手、ありがとうございました。ありがとうございました。今回お話の中であったフットボール風土記、はい、一体どんな本なんですか？はい、これはですね、日本サッカーのピラミッドの真ん中から下ぐらい、うん、JFL 地域リーグ、都道府県リーグのクラブの、まあ、現状をですね、レポートしたものです。特にですね、あの浦和サポの皆さんですね、この赤い三菱、はい、三菱水島 FC という、これ、今、中国リーグ活動している、まあ、企業チームなんですけども、結構、浦和サポにはぜひこの章を読んでいただきたいなと思っております。おお、じゃ皆さん、本屋さんへ駆け込んでください。アマゾンでもいいですよ。アマゾン。あと、鉄一度という EC ショップも、やっておりますので、はい、そちらでもお買い上げいただいた方には、サイン付きでお送りします。おお。はい、じゃあ皆さん買ってください。ぜひぜひ、よろしくお願いします。お願いします。